赤包帯事件は、1987年から1990年にかけて赤包帯を名乗る犯人が起こしたテロ事件である。警察庁広域重要指定番号から広域重要指定116号事件とも呼ばれた。記者が政治的テロによって殺害された日本国内唯一の事例とされるが、2003年にすべての事件が控訴事項を迎え、 2021年現在に至るまで犯人の特定がされていない未解決事件となっている。ここで言う赤包帯事件とは1987年から1990年にかけて赤包帯を名乗る犯人が起こした以下の事件を指す。特に朝日新聞阪神支局襲撃事件では、質問中だった記者2人が殺傷され、言論眼圧事件として大きな注目を集めた。 これら7つの事件のうち、警察庁は散弾銃による襲撃事件4件と次元爆弾による未遂事件1件の警護権を広域重要指定116号事件に指定した。同庁は地下鉄、サリン事件や警察庁長官損撃事件と同じく市民社会に深刻な脅威をもたらすテロと位置づけた。精力的な捜査が行われたにもかかわらず、 2003年までにすべての事件が控訴事項を迎え、事件は未解決のままとなっている。なお、中曽根、竹下両元首相脅迫事件は116号事件の参考事件、愛知韓国人海岸放火事件は類似事件と位置づけられた。二つの事件とも同一人物、グループによる一連の事件と断定した。日本放送協会は、 未解決事件を検証する、テレビ番組、未解決事件で、朝日新聞阪神支局襲撃事件をリストに取り上げ、赤包帯事件として放送した。目撃情報などの事件の情報提供を求めている。情報をもとに取材することもあるとしている。赤包帯は当初、日本民族独立義勇軍別道赤包帯と名乗っていたが、赤包帯事件より前に、 日本民族独立義勇軍を名乗る犯人による事件が発生している。警察庁広域重要指定事件の対象とはなっていない。いずれも未解決事件になっている。犯人が送りつけた犯行声明文1987年1月24日の午後8時過ぎに朝日新聞東京本社で発生した事件である。当初は事件発生の痕跡が見つからなかったため、 報道されなかった。朝日新聞阪神支局襲撃受験後になって、実際に受験が発生していたことが確認された。後になって行われた実況見分や朝日新聞社の社員の証言によると、1987年1月24日の午後8時過ぎに、東京本社1階の植え込みから建物の2階に向けて散弾銃を2発発射したものとみられる。なお、 実況見分により、植え込み付近で未燃焼の火薬が見つかったことから、重心を短く切った散弾銃が使われたことが確認されている。事件当時、広告局で仕事をしていた、社員数人が、窓ガラスに何かが当たったような音を二度聞いたので、窓の外のテーラスに出てしばらく外の様子を見ていたが、特におかしなこともなかったので、そのまま部屋に戻った。一方犯人は、 日本民族独立義勇軍別道赤包隊一同を名乗って、時事通信社と共同通信社に犯行声明を送りつけた。文面はどちらも同じもので、ワードプロセッサーによって書かれたものである。時事通信社に送られた、声明書は1月26日の午前9時から10時頃に、と同期、総務部員経由で社会部に回された。社会部は、声明書の実物を、 オートバイ便で警視庁クラブに送り、同クラブの公安担当記者がそのコピーを警視庁に提出した。犯行声明書の入っていた封筒の方は社会部周辺で捨てられてしまったので残っていない。一方、共同通信社に送られた方は、犯行声明の入っていた封筒も、声明文も捨てられてしまい、どのように処理されたのかの記録も取られていなかったため、 どうなったのかは確認しようがなかった。朝日新聞社は犯行声明について時事通信社の公安担当経由で知った。そこで1月28日午後に東京本社の警備センターに問い合わせて確認を行ったが、その時には東京本社だけでなく大阪、名古屋、西部本社でも三弾銃発射の形跡を発見できなかったので新聞報道をしなかった。また、 時事通信、共同通信も同様に報道しなかった。そのような事情を知らない犯人は自分たちがこれらの報道機関に無視されたと思い込み、それが次の朝日新聞阪神支局襲撃事件の強行に及ぶ原因になったとみられる。犯行声明の中で犯人は自分たちを日本国内外にうごめく、反日分子を処刑するために結成された実行部隊とし、さらに、 反日世論を育成してきたマスコミには厳罰を加えなければならない1月24日の朝日新聞社への行動はその一歩である特に朝日は悪質であると朝日新聞に激しい敵意、恨みを示しマスコミを標的としたテロの継続を示唆する内容だった記者の体内から摘出された三段粒1987年5月3日夜に発生した事件で 朝日新聞の小尻智博記者が殺害され、犬飼兵役者が重傷を負わされた。犯人は現場にいた、もう一人、高山健二記者には発砲しなかったため無事だった。事件発生の直前、4月後半から5月初めにかけて、阪神支局には夜になると、無言電話が頻繁にかかってきていた。事前に内情を探るために犯人がかけていたのではないかと推測する人もいる。 5月3日は3連休の初日にあたっており、当日の当番勤務は犬飼、小尻、鉱山の3記者で、その他にデスク役の大島支局長が出勤していた。襲撃事件が起きたのは午後8時15分頃のことで、ある。支局長は3記者の書いた原稿を本社に送った後、支局近くの寿司店での会合に出席しており、不在だったが、 三記者は午後七時頃から四局二階の編集室で夕食にビールを飲みながらすき焼きを食べていた。夕食をほぼ食べ終えていた八時十五分頃に黒っぽいフレームのメガネをかけ黒っぽい目出し帽をかぶった全身黒装束の男が三段銃を構えて編集室に押し入りソファーに座って雑談していた犬会記者の左胸めがけていきなり発砲した。打ち方は 腰ダメではなく、むしろ射撃の打ち方に近いものだったという。ただ、犬飼記者は重傷を肩に当ててはいなかったように思うと証言している。銃声はクリスマスの時などに使うクラッカーの音を大きくしたような音がしたという。犬飼記者は腹部、右手、左肘などに約80発の三段粒が食い込みない出血を起こしていたが、 左胸のポケットに入れていたうなぎ川製の札入れとボールペンのおかげで心臓から約2ミリメートルまでの際どいところで三段粒が心臓に達することはなく一命を取り留めた。小指が吹き飛び薬指は皮一枚で繋がっているだけでほぼ切断された状態中指は半分ちぎれかけていたうたた寝をしていたおじり記者は発砲音で目が覚め ソファーから起き上がろうとした。これに驚いた犯人は、おじり記者の脇腹めがけて2発目を発砲した。発砲は至近距離から行われており、重厚が接するほどだったため、プラスチック製のカップワッズがそのまま体内に入り、胃の後ろ側で3段粒が飛散した。カップワッズには約400個の3段が詰まっており、内約200個がカップ内に残り、残りが飛散した。 高山記者は銃声を聞いてソファーの後ろに隠れたが犯人は一瞬鉱山記者に銃口を向けた。しかし犯人は発砲せず体を反転させ銃を抱えたまま立ち去った。銃身を短く切った二連式の散弾銃が犯行に使われたと推定されており、この時には残りの銃弾がなかったため発砲しなかったのだろうと推測されている。高山記者は 数秒間呆然として、ソファーに座っていたが、すぐに110番に電話し、通報、犬飼い記者の死血などをしているうちに、警官2名が到着、支局長も戻り、おじり記者も、担架で、救急車に運ばれていった。犯行時間は1分足らずの短時間で行われ、犯人は終始無言だった。顔が見えなかったので犯人の年齢はよくわからないが、犬飼い記者は、 身のこなしの柔らかさから割と若いのではないかと証言している。高山記者は体つきや動作から20歳から30歳くらいの若さではないかと証言している。おじり記者は関西老祭病院で5月3日午後8時40分から翌4日午前1時10分まで治療を受け、手術により輸血、左腎臓摘出、脾臓摘出、 心臓マッサージなどが行われたが手術中に心停止を起こし回復しなかった。同記者は翌5月4日に死亡。犬飼い記者も右手の小指と薬指を失った。勤務中の記者が襲われて死亡するのは日本の言論史上初めてであった。5月6日には時事通信社と共同通信社の両者に赤方帯一同の名で犯行声明が届いた。 1>, 1月の朝日新聞東京本社銃撃も明らかにし、我々は本気である。警察は全国的な捜査を行ったが、2002年に阪神支局襲撃事件、2003年には静岡支局爆破未遂事件が控訴事項となり、全事件が未解決のままとなった。兵庫県警察は捜査一課、西宮警察署に連絡要因を置き、事項後も、 真相解明を目指している。捜査資料は事件に関係する人物が浮上した時の称号用として保管されている。朝日新聞社は事効を超えて真相に迫る努力を続けるとしている。法制審議会では赤包帯事件について社会に重大な影響を及ぼす事件に事効を適用するのはおかしいと議論されている。兵庫県経刑事部長は 時効で犯人の処罰は難しくなったが、真相究明の道がすべてなくなったわけではなく、今後もあらゆる機会を捉え、究明の努力を続けると表明した。兵庫県警西宮警察署長は、言論に対する暴力は許せない。時効を迎えているが、引き続き情報提供を呼びかけたいとコメントした。尾尻智博記者の遺族は、長い間お世話になりました。でも、 私たちには、時効はありません。殺人罪に、時効はなくていいと思います。何年経っても、同じ気持ちです。犯人をなおさら許すことはできません。この事件に、時効は関係ありません。早く解決して、真相解明。1982年末に誕生した、中曽根政権は、国家主義的色彩を強め、靖国神社公式参拝、建国記念日式典に首相として、 初めて参加した。1985年8月15日、中曽根首相は靖国神社に公式参拝したが、中国、韓国両国は公式参拝を強く批判し、中国では全国で抗議デモが起きた。1986年8月14日、近隣諸国の国民感情に配慮する胸の後藤田正春官房長官談話が出され、公式参拝が中止された。 これに対して遺族会や右翼陣営が反発し、日本遺族政治連盟の16万人の会員が自民党脱退を明らかにする。藤尾正幸文部大臣は文芸春秋で韓国併合は韓国側にも責任があると述べ、罷免された。1986年教科書問題が外交、政治問題になった。日本を守る国民会議の学者が編集した。 高校用日本史教科書、新編日本史に対して中国、韓国が批判すると中曽根政権は記述を修正させた。朝日新聞は復古調の教科書と報じた。右翼陣営は中曽根首相を強く批判した。当時国家秘密法で大きな論争が起きていた。1985年6月国家秘密法案が国会に提出されるとメディア、 野党、日本弁護士連合会、日本ペンクラブなどが批判し、日本新聞協会や日本民間放送連盟は反対声明を発表する。朝日新聞は、社説、時代錯誤のスパイ防止法、記事、スパイ防止法って何だを掲載するなどの大キャンペーンを貼り、廃案を主張した。1985年12月、法案は審議未了で廃案になったが、 翌1986年5月、修正案を作り、7月の衆参同日戦で、圧勝後、中曽根首相は、最低質の時期を探る。推進派は、統一協会の関連政治団体である、国際省協連合が中心となり、運動を展開した。地方議会の過半数で、スパイ防止法制定決議が通過した。朝日新聞は同じ頃霊感商法を追求していた。 朝日ジャーナルが発売されると、朝日新聞東京本社に嫌がらせ電話が殺到し、国家秘密法や霊感商法を批判していた、神奈川新聞などにも、脅迫や嫌がらせの電話が集中した。新聞界で、イデオロギーの対立が激しくなった時期でもあった。読売新聞による朝日新聞攻撃が顕著になり、論調の保守化、受け入れ化が進み、会見、反朝日、 国家主義の産経新聞を超えるものになった。読売の中曽根路線に対し、朝日の自由主義、市民社会路線という思想的立場が明瞭になっていた。捜査当局は犯人像について銃の扱いに手慣れ、大胆で冷静な行動ができる男とした。同一人物、または同一グループによる犯行、幕末の赤包帯気取りの犯行と見る。 朝日新聞は、凶悪で執念深い性格と見ている。兵庫県警、総裁課長は、朝日新聞そのものを狙ったテロと位置づけ、組織性があると見る。兵庫県警警備課次席は、犯人は右翼だと思う。犯行声明に書かれていた、日本民族独立義勇軍という名は、一般には知られておらず、勉強していなければ出てこない名称だとした。ゲップハルトヒールシャー。 堀幸寄らも犯人を右翼と示唆している。捜査当局は犯人を右翼の内情に精通している人物と見ており、朝日新聞に激しい敵意、恨みを持ち、反日という言葉を多用したことに注目した。ある学者から事件前に出された挨拶状に犯行声明文と類似点があることを突き止めた。ある評論家は事件前から、 反日を多用する右翼理論家の名前を指摘した。捜査当局は犯人が東海地方に足場があると見ている。NHK スペシャル未解決事件ファイル06赤包帯事件は自由な社会を縦断で切り裂いた赤包帯その影は今も社会のどこかに潜んでいると報じたは犯人について右翼陣営の中心近くに身を置き。 その内部情報に接することができるインナーサークルの一員との見方を示した。100人以上の取材対象者の中に犯人がいる可能性はゼロではない。少なくとも犯人を知っている人物がいる可能性は十分にあるとしている。また、反抗性名分にある戦後を体制否定、戦前回帰の思想は安倍晋三首相が進める戦後レジームからの脱却に直結していることを指摘している。 潜在右翼説、鈴木国夫は、著書、赤包帯の秘密で、もし赤包帯が真右翼だとしたらを記述したり、他にも事件について述べている。鈴木は、赤包帯を絶望的な気持ちを持っていた潜在右翼と推理した。また元捜査幹部の説として、赤包帯は、警察が潜在右翼と呼ぶ、三島思想を受け継ぐ。 新右翼運動の流れの中にいる人物ではないかと言う。鈴木は、ジャーナリスト、大谷昭弘の、赤包帯は目的を達したのかという質問に、達したから止めたんでしょう。思想的に世の中を変えたと思っているんじゃないですか。15年前は、憲法改正と言っただけで、みんな反動だと叩かれた。今は誰でも言っていると答えている。元自衛関節2001年11月半ば、 朝日新聞大阪本社116号事件取材班に実行班は右翼思想を持つ元自衛官。事件当時30歳ぐらい。その後関西の寺の住職になったが数年前に死んだと電話があり取材班が元自衛官を追跡した。1980年代初め、韓国に拠点のある統一協会に在籍していた。女体翼団体に入り銃を所持。 右翼は、非公然組織を持ち、武器の扱いに精通すべきだと話している。1988年右翼団体を辞め、関西の寺に入り、一酸化炭素中毒死したことが判明している。東京在住インテリ系右翼説右翼的表現を使用し、手慣れた文章で、犯行声明を書く。東京都を省略したり、都内と送付先を書き出す。関西。 中共方面と表現し、東京新聞を標的にしたことから、東京を拠点に全国規模で活動する中高年のインテリ系右翼と、捜査当局は犯人像を描いた。捜査当局は、朝日新聞の言論、報道が狙われたと断定している。朝日新聞は、首相の靖国神社参拝と復古町の教科書の問題を、犯行の引き金になったと思われる手がかりと見ている。 原久雄は事件に対し、朝日新聞を狙った言論へのテロ、思想的攻撃と判断し、中曽根首相の靖国神社公式参拝、国家秘密法推進、広告主観や国家主義に基づく歴史教科書に、朝日新聞が強く反対し、中曽根批判の先導的役割を果たしたことを事件との関連で重視するとした。牧太郎も、中国、韓国の批判による、 中曽根首相の靖国に参拝中し、教科書の修正が赤包帯脅迫の原因との見方を示した。堀幸夫も犯人が復古主義を施行していることを示唆している。佐本重正は、朝日新聞が国家秘密法反対運動で大きな役割を果たしたことが事件の背景になった可能性に言及した。事件は受け入れ化する政治動向と密接不可分で、 戦争と侵略体制を否定する一切の言論と思想が狙われ、戦争体制づくりへの抵抗を崩壊させる意図があり、権力の方針を補おうとする政治的役割があるとされる。靖国と教科書、中曽根首相に出された脅迫状に、肥殿は総理であった時靖国参拝や教科書問題で日本民族を裏切ったとあったことから、捜査幹部は靖国と教科書を 動機の本筋と見ている。また、捜査当局は、靖国参拝、教科書問題への不満からの抗議と判断、歴史教科書問題が事件の発端になった可能性もあると見ている。ある捜査幹部は、犯人が右翼思想の持ち主なら、靖国神社参拝や教科書問題をめぐる中村れ政権の対応に、軸自たる思いがあったはずで、 そうした気持ちが爆発したのが116号事件ではないかと語った。国家秘密法批判1979年、国際商協連合などがスパイ防止法制定促進国民会議を発足させ、1984年4月自民党のほとんどの国会議員、民社党の一部議員、経済界、放送界の保守派や保守的文化人らがスパイ防止法制定促進議員、 有識者懇談会をスタートさせた。1985年6月自民党が国家秘密法案を国会に提出し、同法案をめぐって激しい論争が起きた。最高刑を死刑とするスパイ防止法に対し、新聞界では反対運動が広がり、朝日、毎日、東京、神奈川新聞、琉球新報、品の毎日新聞、北海道新聞、 共同通信などが反対キャンペーンを張り、朝日は社説で廃案を主張した。1986年11月25日の紙面は国家秘密法を増える反対議会と題し、全国調査の特集を組むなど、朝日新聞が法案を強く批判していた。捜査当局はこのことに触発された可能性もあると見ている。主張、赤包帯を名乗った犯人は、 犯行声明や脅迫状で戦後日本の民主主義体制を否定し、反日朝日は50年前に帰れと戦前に戻ることを要求した。占領軍政以後、日本人が日本の文化伝統を破壊するという悪しき風潮が蔓延、日本民族全体を滅亡させるものを反日分子と呼び、一層せよと主張。中曽根康弘元首相に対し送りつけられた。 脅迫状には、靖国参拝や教科書問題で、日本民族を裏切った、もし処刑リストから外して欲しければ、竹下に圧力をかけろ、竹下昇首相に対しては、記念が8月に靖国参拝をしなかったら、我が隊の処刑リストに名前を載せると記されていた。また、朝日新聞、毎日新聞、東京新聞を、反日マスコミと呼び、朝日、 毎日に広告を出す企業を反日企業として攻撃対象にした。思想捜査当局は犯人を右翼的心情の持ち主と見ている。一方、被害者である朝日新聞は三島幸夫の思想の影響を指摘する。捜査当局は事件と三島との接点について三島事件を報道した朝日新聞での自殺直後の遺体写真掲載への反感、三島の葬儀と 朝日新聞東京本社襲撃事件は1月24日で、同日、犯行声明文が3等の劇文に似ている、と指摘している。中曽根、竹下両元首相への脅迫状は、靖国参拝、教科書問題に言及していた。竹下昇元首相への脅迫状を右翼思想の持ち主と決定づけると、朝日新聞は捉える。 捜査幹部は犯人に戦後体制への反感があると述べ、朝日新聞は事件を政治的テロとし、戦後体制否定、戦前回帰の思想の持ち主と見ている。占領軍が民主化を推進した戦後社会への憎しみ、朝日新聞、毎日新聞、東京新聞などへの怒り、韓国への反感があり、極右思想の国粋主義とも推測される。事件の意味することについて、 次のような指摘がされている。赤包帯を名乗った犯人は犯行声明で、反日朝日は50年前に帰れと記るし、戦後日本の民主主義社会をターゲットに戦後を全否定、戦前に戻そうとする攻撃をかけてきた。朝日新聞、日本のジャーナリズムだけでなく、国民に対して言うことを聞かないと朝日のような目に合うぞという脅迫である。 戦争の総括が不十分で、戦後も右翼の地下人脈が残り、主張を暴力で実現する土壌の存在が事件で明らかになった。市民に一戦を越す発言への恐怖心を与えた。犯人が憲法記念日に襲撃したのは、朝日新聞と憲法が重なるからと思われ、憲法理念を体現しようとする朝日新聞に国家主義者は我慢ならなかった。 後藤田正春は今の世相が昭和一桁後半の時代に似つつあることに警告を発し言論を暴力で封じる動きに用心せにはならぬ時代に入ってきつつあるんだよ。日本本来のあり方を見直せという声が出てきて国民もその通りだという空気になりつつあると指摘し石原信は事件は言論の自由が奪われていった戦前を思い起こさせる。 不寛容な空気が社会を覆い始めているのではないか。戦前の国水主義につながっていると警鐘を鳴らしている。犯人らしき人物の目撃情報として次のような事項が報道されている。記者二人を殺傷した朝日新聞阪神支局襲撃事件は言論弾圧事件として大きな注目を集め、新聞、雑誌等では当時、 表現の自由に対するテロリズムであるという報道がなされていた。朝日新聞は犯人にどのような言い分があったとしても、こうした暴力がいささかでも正当化されるようなことがあってはならない。中曽根首相は表現の自由、あるいは言論の自由、憲法の保障する基本的な権利への挑戦で、こういう傾向が出てくることは世の中のためにも憲法擁護のためにも、 厳重に阻止しなければならない。日本新聞協会は、言論、報道機関に対する前例のない、凶悪な、井上は、記者の生命を奪う行為は、個人の生命を最大の尊重を必要とするとした、日本国憲法第13条に外れ、主権財君から、主権財民という日本の歴史の流れに逆らう、犯人こそ、反日分子だと批判した。 西尾幹事も犯人が、中曽根康弘、竹下登領首相への脅迫状の中で、靖国神社参拝問題に触れたことに対し、靖国を大事にする人が暴力とつながっているように、世間の人々から思われてしまう、迷惑な話が、右も左も言論への暴力はいけないと批判した。大谷昭弘も100、100%許すことができない、犯人は、記者を撃つことで、言論を撃った。 アリ義タヨシフも思想に生きる者としての自負がいささかでもあるならば、沈黙は断じて許されないと批判した。桜井ヨシコも朝日に言われるまでもなく、言論には、言論で対峙することが民主主義国家における大前提と述べた上で、殺害された記者は、絶対に許されざる言論テロの象徴的犠牲者と主張している。 言論の自由を考える5.3集会1988年、朝日新聞労働組合は、阪神支局襲撃事件の追悼集会を行った。以降毎年5月3日に、言論の自由を考える5.3集会が開催され、言論の自由、報道の自由を考え、平和、民主主義、憲法を語り合う場となっている。見る、聞く、話すは、今、 朝日新聞社は名古屋本社領襲撃事件の後言論をテーマにした見る、聞く、話すは今の掲載を始めた。社会面に毎年5月3日の憲法記念日を含む憲法週間と10月の新聞週間の前後に掲載されている。10年分の連載が言論の不自由にまとめられている。負傷した犬会記者が所持していた被弾したボールペンなくなった。 おじり記者が座っていた、ソファーなくなった、おじり記者が着用していた、ブルゾーン朝日新聞襲撃事件資料室、開設2006年4月13日、阪神支局の新局舎3階に、朝日新聞襲撃事件資料室が開設された。記者2人が殺傷された阪神支局事件を中心に、言論機関を狙ったテロに関する資料を展示している。市民に公開することで、事件を、 多くの人に語り継ぎ、言論の自由など民主主義の大切さを伝えるのが目的である。会館から2012年3月末までの見学者は、社員を含めて4000人を超えた。展示物は、殉職した、おじり記者と重傷を負った犬ぬ記者が銃撃された、編集室から採取された三段粒、地に染まった、原稿用紙、重傷を負った犬ぬ記者が身につけていた。 三段粒粉が残るボールペンと財布、二人が座っていた応接セット、警察が鑑定のため切り取った跡が残る四通の、犯行声明文、犯人が声明文に使用したワープロ、用紙、封筒の同型品、犯人が身につけていた目出し帽や靴、着衣の類似品、遺影、事件に関連した写真、年表、書籍など、朝日新聞が、 遺族や関係者から提供を受けたもの。一般公開はされていないが、血染めのブルゾンや三段で、体が蜂の巣状になったことのわかるレントゲン写真もある。見学には予約が必要。おじり記者追悼集、発刊1993年5月3日、殉職したおじり記者を追悼する、明日もしゃべろう長期が風になるようにが発刊された。本書では、 おじり記者が執筆した記事、老いたち、生前の写真、関連年表、遺族や、朝日新聞社の同僚など関係者、116号事件捜査、関係者、おじり記者が取材で知り合った人たちの思いなどが紹介されている。題名は116号事件取材班の誓いの言葉から。追悼集には、問答無用の暴力は卑劣であり、暴力でペンの力は弱められない。 事件を風化させず語り継ぐという決意が込められ、事件が解決する日まで犯人と戦い続ける誓いの証にしたいとしている。事件を予言した人物1997年暮れにある組織の者と名乗り、朝日新聞神戸市局に殺害された記者の遺族の様子を尋ねる電話があった。捜査に上がっていない三段銃について関東のメーカー名を指摘して二連式三段銃の ほとんどは腰ダメ打ちで2発目が発射しないために SKB 射精を選んだこと自動銃を選ばなかった理由に薬莢に洗浄痕が残り銃の特定を防ぐことを挙げた。銃はもう処分したと話し対応した記者が犯人を知っているのかと聞くとどうでもええやないかと聞いた。あとに電話の主は関西在住の50歳代の男性で大学時代に 三島幸夫を研究するサークルを創立していたことが分かった。名古屋本車両事件の頃、事件は東に走ると話し、極刑の待ち受けたるを知りつつもなおも勇敢総合の死は、という歌を詠んだ。兵庫県警の任意の事情聴取に、おとりになって、捜査の目を引きつけようとした。赤包帯が逃げを押せられれば、本望だと話したという。周囲に、朝日新聞の事件は、 知り合いの同士の部下がやった。自分は見届け役をした。赤包帯から電話がかかってきたと話している。テロを補給と表現した学者右翼の他保守派の一部には犯人の主張に共感を覚える者がいた。例えば、中村明が産業経済新聞社の正論2001年5月号で朝日の歴史教科書問題報道を朝日は銃弾を打ち込まれ。 その後しばらくはおとなしくしていたようだが、昨今の朝日の傍若無人とも思える変更紙面を見ると、まだお給が足りないようだと評した。朝日のテロを容認するのかとの抗議申し入れを受け、編集部は誤解を招く表現だったとして、6月号で謝罪文を掲載した。中村は10月号で、朝日新聞の売国的変更報道の累積が、 襲撃事件の引き金になったと因果関係を示唆したに止まると反論した。また、お、急が足りないようだの意図について、赤包帯がお急を据えるつもりだったかもしれないと客観的に除述しただけだと、朝日新聞社116号事件取材班に答えている。また、2012年には、赤包帯を称える朝日新聞襲撃25周年、祝賀国民行進が、 極右団体主催で行われるなど、テロ行為に賛同する人物が、一定数存在している。事件を肯定する記事を書いた人物阪神支局、襲撃事件から20日余り後に、事件を肯定する記事を書いた人物がいた。左派学生らから襲われ、武器を学んで復讐するために、陸上自衛隊に入り、三島事件後に辞めている。経団連襲撃事件に加わった。 右翼団体機関紙に、反日外国朝日新聞社はなぜ襲撃されるのか。や、長野、福岡、札幌の各放送局に、旧日本軍正式銃の38式不標銃の実弾が、赤砲隊のナノアープロンと共に送付される事件が発生した。郵送に使用された封筒はすべて、エクスパック500で、静岡中央郵便局で販売されていた。消印は、 いずれのものも2月23日付、噛んだ。防犯カメラには1月上旬、白っぽいコートを着た中高年の男の封筒を買う、姿が映っていた。また、6月8日には NHK 広島放送局にも、赤包帯と記された紙片と、旧日本軍仕様の38式不標準の実弾が、同封された封筒が届いた。消し印はいつか付け、大阪。東京。 渋谷放送センター、長野、福岡、札幌の放送局に同じ実弾が送付された事件との関連を捜査した。控訴事項成立後の2010年にも赤包帯を称しての不審物送り付けが在日交換などに対して繰り返し行われている。菅首相、政党幹部脅迫事件2011年7月1日、菅直人首相の事務所に 首相辞任を求める脅迫文と刃物が郵送される事件が起きた。6月27日の決心で大阪府内から投函されていた。脅迫文には、天中を下すと記され、赤包帯一同を名乗っていた。また、2011年6月30日、小沢一郎元民主党代表事務所に、政界引退などを迫る内容の脅迫文が千枚同士と共に送りつけられた。 消し印は6月28日、大阪府内で投函され、赤包帯を名乗っていた。菅首相脅迫事件と、筆跡、内容が似ており、同一犯と見られている。朝日新聞社への同喝阪神支局、名古屋本社両襲撃事件後、爆弾を仕掛けた、記者がまた殺されるぞという脅迫電話が300件、かけられた。1999年1月24日、 朝日新聞東京本社広報室に120周年おめでとうございます。警戒モードに入っていますか。12年前のことを思い出してくださいという匿名電子メールが届いた。2007年5月24日、朝日新聞埼玉総局には社員の一人や二人殺されても仕方がない。第2、第3の阪神支局事件は必ず起きると社員の 殺害をほのめかす脅迫文が送りつけられた。襲撃事件以後、各地の支局、販売所の窓ガラスが割られ、ゴミ箱に放火される事件が起きた。1988年10月18日未明、水戸支局の窓ガラスが割られ、発煙筒が投げ込まれる事件が発生した。現場では、朝日新聞の昭和天皇に関する記事に抗議するビラが巻かれていた。 右翼団体の男二人が逮捕されている。2010年3月12日、朝日新聞に挑戦状と題した脅迫文が朝日新聞ミト総局にファクシュミリで送りつけられる事件が発生した。20年以上前の阪神支局に赤方隊の散弾銃襲撃事件を忘れたか、即死した記者みたいになりたいか、などと書かれていた。ミト地検は9月17日、 脅迫文を送信した医師を脅迫罪で起訴した。起訴状などによると、医師は出身大学に関する朝日新聞の記事に不満を持っていた。2012年5月16日、三段銃の実報が脅迫状とともに赤包帯と書かれた茶封筒で朝日新聞東京本社に送られており、また翌17日、赤包帯を支持する内容の書かれた扉が、 朝日新聞前橋支局の郵便受けに複数枚投函されていた。掲示板への書き込みなど、朝日新聞を批判するウェブサイトでは、記者一人の生贄家では少なすぎると書かれていた。2チャンネルの朝日新聞襲撃事件の事項を祝おうには、赤包帯はよくやった、皆殺しにすればよかったのにと書き込みがあった。以下に報道された事実を記す。 1987年5月7日、二平国尾警察庁刑事局長は、極めて反社会性の強い事件なので、地元兵庫県警のみならず、全国警察の組織を結集して、犯人を検挙し、動機や背後関係を解明すると決意を表明した。警察は、事件との関連性が疑われる、阪神支局における、取材上のトラブルの有無など、関連性が疑われる、 他の事件、犯人との関連が疑われる組織、団体、物証などについての捜査を進めた。また、捜査当局は犯行声明の分析を言語学者らに依頼した。それによると、犯行声明の筆者は、ある程度知的な30代以上の人物という分析結果が多数を占めた。反日という言葉にも注目して捜査した。事件で、 赤包帯を名乗る犯人が出した発通の犯行声明文、脅迫状は一人の同一人物が作成した可能性が極めて高いという解析結果が出たは犯人について真意欲の捜査をしていることを認めた。しかしそれだけではないとして他の視野での捜査を行っているとした。犯行について実行犯の補助者の存在なしでは困難との見方を示した。 犯行声明を書く司令部の存在に言及した。1998年1月、警察庁で、警視庁、兵庫県警、愛知県警、静岡県警の合同捜査会議が開かれ、同期から思想犯として、右翼関係者9人のリストが示された。10人は全員事件との関わりを否定し、一部の人間は任意でポリグラフを受けたが、結果は白だった。 捜査幹部の一人は彼らの周辺に容疑者がいる可能性は今も否定できないと話した。犯人らは自らを日本民族独立義勇軍の関係者であるかのように示唆していたが、この名称を名乗る団体は1981年から1983年にかけて朝日新聞や米ソ領事館にテロ攻撃を仕掛けている。この犯行声明が一水会に送られ、 同会の幹部らが同調的な動きを示していたことも分かっており、警察は同会周辺を徹底的に捜査した。宗教団体宗教団体も捜査対象となった。朝日新聞社の発行する朝日ジャーナルなどが統一協会の霊感商法批判を展開していたことに対し、統一協会側からの反発が強かったことや、上記の統一協会の名を使った脅迫状、 朝日ジャーナルの編集長をしていた、畜子哲也宛に脅迫状が届いていたことなどから、統一協会の関係者の関与も疑われ、捜査の対象になった。事件では多くの物証が残された。散弾銃半身支局で使われた凶器は、重心を30センチ程度に切り詰める改造を施された散弾銃と見られている。犯人は2発発砲したにもかかわらず、 現場に空薬莢が残されていないことから、二連重心式の三段銃が使用されたと推測される。ただし、事件に遭遇した記者は、銃口は一つと証言しており、自動銃であった可能性も捨てきれない。警察は、20万人の銃所持者と9万人の玉、購入者を捜査した。 三段粒はアプロフートピース艦爆弾朝日新聞1988年3月15日付長官はピース艦爆弾に使用されたものの遺留品について報じている。静岡市局事件で使われたピース艦爆弾は秋葉原で18品目中13品目揃えられることから捜査当局は秋葉原電気街で部品を購入と推理捜査した。 後半に固定したピース管、乾電池、スイッチ、電線などででき、松屋百貨店の紙袋に入っていた。線異変、指紋一連の事件で3個の遺留指紋を検出し、捜査した。消紋犯行声明や事件現場から採取された10個の消紋を警察庁の自動識別システムで照合した。車両阪神支局事件の当日と前日に、支局周辺で、 二台のトヨタマーク2が目撃されており、捜査当局は重要な手がかりとみなした。一台は82年型の白で、横浜か、静岡ナンバー。1987年5月2日午前6時から3日午後1時頃の間に、市局南の民間駐車場で、横浜ナンバーなど、現場周辺や、犯行直前の5月3日の午後8時1、 二三分頃阪神支局前の指導二人の男が乗り無頭下でゆっくり走っているところなど計七人に上る目撃者証言がある。捜査当局は目撃情報に該当する車両のうち約2600台を調べ終えた。もう一台は76年か73年型のワインレッドで見えナンバー。犯行直後と見られる時間帯に 市局前の一方通行を無糖化で逆行し、阪神電車の踏切を減速せずに渡るところを目撃されており、捜査当局は、この目撃情報に該当する車両約4000台のうち1500台の所有者を特定した。マーク2以外の不審な車両の目撃証言として、1.5から2トン積みで、車体に会社名などが入っていない灰色の保冷車が、 5月3日午後8時20分ごろ、市局の南約75メートルの交差点手前に駐車しているところが目撃されている。下見役、運搬役と見られている。靴犯人が履いていた靴の情報は次の通り。ジャケット犯人が着用していたジャケットの情報は次の通り。朝日新聞社116号事件取材班、襲撃事件直後朝日新聞社内に、 特命取材班が結成され、取材班の記者は次のように言われた、ひたすら犯人を追え、記事は書くな。事件の真相を究明することが、新聞記者の使命だ。事故後も、赤包帯の正体を追っている。1989年、取材班は、襲撃事件取材マニュアルを作成し、全国の支局に配布した。冒頭には、赤包帯の正体を解明する糸口は、 どこにあるかわかりません。どんな些細な情報を物語さず、取材班へと書かれている。2001年5月から1年間、15年目の報告、と題した特集記事を毎月紙面化した。116号事件取材班元キャップの呼びかけ朝日、新聞社116号事件取材班キャップを務めた、平武氏は、著書、記者襲撃赤包帯、事件30年目の真実で、 赤砲隊を名乗った犯人に呼びかけている。君たちは単なる殺人集団なのかそれとも思想犯なのかもし思想犯ならば、一連の朝日新聞社、襲撃事件を起こした経緯について、世間に知らしめたいと思わないのか君たちは、犯行声明文で、我が隊は、権力との戦いで玉砕すると書いた。だが、そんな勇ましい言葉とは裏腹に、15年前の、 控訴事項の成立まで逃げ切った。今、君たちが事件の真相を語っても、刑事責任を問われることは、もはやない。だから、もしこの本を読んだのなら、名乗り出で、事件の真相を明らかにするべきだ。なぜ、阪神支局を襲ったのか、なぜ、おじ記者を射殺したのか、なぜ途中から、朝日新聞社以外に攻撃対象を変えたのか、そもそも、 何のために一連の事件を起こしたのか。名乗り出る先は、朝日新聞社であっても、この本の出版を引き受けていただいた、岩波書店であっても構わない。君たちが希望するなら、私は、君たちの主張をじっくり聞き、世間に正確に伝えることを約束する。赤包帯を、逃げ隠れするな。事件を扱った、テレビ番組雑誌報道各メディアはテロなど、 言論の自由圧殺への対応を明らかにしている。紙面を投資世論に訴えかけていくべきだと考える。言論抑圧にも脅しにも決してひるまずに果敢に戦うことに尽きる。朝日新聞の論調には反対だが暴力での圧殺は断じて容認できない。新聞倫理考量の理念にのっとり毅然と対処すべきだ。命をかけてペンの力を信じて書き続ける。 報道圧殺の動きはオープンにしながら、しっかり対応すべきだ。警戒すべきは、テロといった明確な形のものだけではない。普段の自問自答と努力も続けなければ。言論には、言論で対処。断固、戦う姿勢を貫きたい。暴力で言論の自由を圧殺する動きには、ペンで断固戦うべきだ。報道の自由を奪う動きは、自ら明らかにし、 読者の指示と理解を求める。毅然とした態度でそうした事実を報道するとともに、連携し積極的に声を上げる。報道の自由は民主主義のとりで、決して許せないという毅然たる態度で望む。報道機関は団結し、許さない態度が必要。報道機関は自分の媒体でも視聴者にアピールしていくべきだ。言論によってのみ退治できる。 報道活動を強くするしかない。ありがとうございます。